ホリーズザ・ホリーズはイギリスのロックバンドホリーズというバンド名はメンバーが好きだったバディ・ホリーバディ・ホリーに由来するという説と命名時期がクリスマスシーズンでヒエラギ・ホリーに由来するという説またその二つを掛け合わせたという説があるそもそもホリーズの始まりはアラン・クラークとグラハム・ナッシュの二人が5歳の時に マンチェスター市内の小学校の同級生として出会ったことによる、二人はあっという間に無二の親友となり、二人でギターを弾きながら歌うコーラスデュオを結成。その後一時的にバンド形式で活動するが、エバリーブラザーズの影響で再びギターデュオを戻る。その名もリッキーデイン、ヤングというこのデュオは徐々に活動の場を広げ、 エリック・ヘイドックがベーシストとして在籍していた、カーク・ダニエルズデルタズとの共演を経て、二人はヘイドックと意気投合し、新バンドの結成を思い立つ。そしてドラムのドン・ラス・ボーン、リードギターのビッグ・ファレルを加え、1962年にドミネーターズ・オブ・リズムというバンドが結成された。同年12月、マンチェスターの名門ライブハウス、オアシス・クラブに出演した際、 楽屋でバンド名の紹介はどうするとクラブの人間に問われたメンバーは、そうだな。今夜は、ホリーズと紹介しておいてくれと答える。ホリーズ誕生の瞬間である。当時の英国北部は、加熱するビートルズ人気を受けて、我こそは、ビートルズのような、有望なアマチュアバンドを発掘し、第二のブライアン・エプスタインとならんともくろむ。 マネジメント業界の人がロンドンから退去して押し寄せ、ちょっとした音楽バブルの様相を呈していた。ホリーズのライブハウスへの出演を取り仕切るマネージャーのトミー・サンダーソンは、ジョージ・マーティンの弟子で EMI パーロフォンのプロデューサーだったロン・リチャーズへの口利きを訳した。プロデビューへの可能性にメンバーが湧き立つ中、唯一ファレルは安定した生活を捨てて、 プロになることに難色を示し、バンドを脱退してしまう。ギタリスト不在となった、ホリーズのキューバをしのごうと小さムが目をつけたのは、マンチェスター近郊で活躍していた、アマチュアバンド、ザ・ドルフィンズのギタリストで16歳のトニー・ヒックだった。1963年1月、ホリーズの演奏を見に訪れたロン・リチャーズは彼らの才能と可能性を確信し、すぐさま EMI のオーディションに呼ぶ。 結果は大成功。ホリーズは EMI パーロフォンからのデビューが決定する。1963年4月にホリーズのプロとして初のレコーディングがアビーロードにある EMI スタジオで行われる。ホリーズはその後数多くの曲をこのアビーロードスタジオで録音することとな。そして翌5月にシングル Just Like Me でレコードデビュー。 前衛25位という最先の良いスタートを切るが、ラスボーンの技量に満足していなかったリチャーズは、ドラマーの代を進め、ラスボーンはロードマネージャーに転向。新しいドラマーには、ヒックスのザ・ドルフィンズ時代の領有ボビー・エリオットが抜擢される。ドラマーがエリオットに交代し、ホリーズは一気に加速を始める。11月に発表した3枚目のシングル、ステが、 初の全英トップ10入りを果たし、翌64年1月に発売した、ファーストアルバム、Stay with the h o l i e s は、全英2位の大ヒットを記録する。この人気により、デビュー1年未満の新人バンドでありながら、3月には、エネミー・ポール・ウィナーズコンサート出演の栄誉を勝ち取る、こととなった。1967年6月、サイケデリック色の強いアルバム、 エボリューションを発表。シングルでは、キャリー・アン、キング・マイラス、作詞作曲は、グラハム・ナッシュなどを発表。同年11月には、コンセプトアルバム、バタフライを発表するが、ファンの反応は冷ややかであった。この件に加え次のアルバムでは、ボブ・ディランを取り上げることに時期尚早と難色を示した。グラム・ナッシュは1968年末に脱退、ザ・バーズを脱退したデビッド・クロスビー。 バッファロースプリングフィールドのスティーブン・スティルスと共に、クロスビー、スティルスナッシュを結成した。なおナッシュ離脱前の1968年4月に、大手町のサンケイホールと渋谷公会堂で、来日公演を果たしている。一方のホリーズは1969年2月、ツインギン・ブルージーンズのテリー・シルベスターを加えシングル、ゴメンネ・スザンヌを発表。また、同年5月、アルバム、 ホリーズシングリランを発表した。1996年、バディホリートリベート、ノットフェードアウェイに収録のペギー、シューゴットマリードはバディホリーのオリジナル音源に、ホリーズがコーラスと演奏を加えたもので、これが実にうまく待っている。このレコーディングのために、ナッシュが一時的に復帰。2010年、ロックの伝道入りを果たす。 基本的に UK でのリリースに基づく。基本的に UK でのリリースに基づく。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。